2021年一発目の YouTube ということで、ちょっと新年明けまして動画を撮りたいと思います。はい、皆様改めまして新年明けましておめでとうございます。先輩、はい、ちょっと一人さんずっと飾ってるやつ、これもうね30日ぐらいから飾ってるんですけど、ちょっと枯れてきちゃったから見納めかなっていうことで、今日はここに置いとこうと思います。2020年から2021年になる瞬間は初めて今回ひーぼーくんと一緒に入れて、付き合って8年ぐらい、もうね一回も一緒にカウントダウンしたことがなくて、吉本興業所属なんですけど、ジャングルポケットって、でなんか吉本さんの ありがたいことに劇場とかそういうカウントダウンライブみたいなのが毎年あったから、なかなか一緒にそのカウントダウンを過ごせなくて、なんかずっと私は実家に、岡山の実家に帰ったりとか、友達と東京やま過ごしてないから友達と過ごしたりとか、結構お互い自由に過ごしてたんですけど、今年やっと一緒に過ごせてすごい楽しかった。なんかボサボサだな前髪。2020年頭が回んないなぁ。お正月休みすぎて。31日か。最後の日。31日、大晦日は、年越しそばをみんなで食べて、で、お稲荷さんとか、お寿司を買って、それはもう既製品で作らずに。で、みんなでご飯食べました。その後子供たち普通にもう寝かしつけて、もういつもね、8時、9時ぐらいに寝るんですけど、8時、9時に寝かしつけた後は、もうひーぼーくんとの2人の時間なので、なんかシャンパン飲んだりとか、なんかねスーパーでちょっとだけいいシャンパン買ったの、モエシャンってやつ。なんかね、私もシャンパンには全然詳しくないんですけど、3000円くらいの買ったんで、ひーぼーくんと乾杯したりして、紅白見たりとか、あとガキ使見たりとか、カウントダウン TV 見たりとか、いろんななんかねザッピングしながらいろんなテレビ見て過ごしてましたね。ガキ使はね、ひーぼーくんも今回ちょっとだけ出させていただいて、ストレッチャーズで、それですごいなんかあって思った。ずっと見てたから、あ、ひーぼーくん出てると思って、あとあれ見てたよ、総合格闘技を見て、すごいなんかね、皆さんかっこいいなっていうか、もう体がもうバキバキで、なんか本当にこの日のために皆さんね、もちろん鍛え上げてきたっていうのもあると思うけど、改めてすごいなと思いました。なんかいろんな知ってる選手もいたりとかしてね、なんか痛いって言いながら見てましたね、夫婦で。あとはね、なんか振り返ってた、いろいろなんか2人でなんか今年はコロナが大変だったねとか、なんかでもなんだかんだやっぱ家族といる時間が良かったねとか言いながら振り返ったりとかして、で2021年になる瞬間は一緒にジャンプした3、2、1ジャンプジャンプして、あとチューもしたかな。1時ぐらいまで頑張って起きてたんだけど、ひーぼーくんは踊ってた、なんかずっと。だから楽しかったみたいで、家で過ごせるってやっぱなかなかないから、お尻とか振って踊ってたで、その後は NHK の1日新年になった瞬間に、その年の干支の歌が毎年流れるんですけど、それをね今回ひーぼーくんたちジャングルポケットが担当して、それすごい感動した。聞いた人います？どんな歌だったっけな、うしうしみたいな歌だけどすごいと思って、なんか1年の始まりのさ曲をジャンポケが歌うってなんかすごいなって思って、うわーって、それもすごい嬉しかったな。元旦はひーぼーくん仕事あったかな、多分仕事で、4日から普通にちょっとだけ冬休みをひーぼーももらえたので、私も一緒に冬休みっていうのはなかなかなかったから、ちょっとねお正月はゆっくりまったりさせていただいてましたね。子供の学校も4日からだったから、それまではずっと一緒にいて、で最近父ちゃんあれにハマってる、パズル、普通に15ピースぐらい、ちっちゃい15ピースぐらいのパズルなんだけど、最近それやったりとか。そうだね、あとはね最近やっぱりまたステイホームなので、家にジャングルジムを買いました。その動画も撮りたいな、まだね組み立ててないからね、ちょっとねひぼくにやってもらおうって感じなんだけど、そんな感じでお正月迎えましたね。おせちは自分で作ったり買ってきたりして、いろいろデパ地下で買ったものとかを合わせてワンプレートにしました。
あとは、お雑煮、お雑煮は毎年作ってて、あの本当に私の祖母の時から同じ味なんですけど、鶏で出汁を取ってそれにキノコ類とか入れて、あとはねごぼうとか根菜も入れたりして、結構具沢山なお雑煮ですね。あとはね、毎日お餅食べてたな。あの僕の実家がいつもお餅をついてて、そのお餅が激うまで、私はねきな粉と砂糖で食べるのが好きなんだけど、あとは砂糖醤油で食べてもいいし、まあそれこそお雑煮に入れたりとか、あとね、あのお汁粉買ったからお汁粉作りたいなと思って、お汁粉の中にね入れて食べようかなって。すっごいどうでもいい話してるんだけど、新年からごめんなさいね、こんなので。でもね、2021年はなんか去年よりもどうでもいい話とかもいっぱいして、見てる人はつまんないかもしれないけど、なんて言うんだろう、もっと自分をありのままに自分をさらけ出せたなって思って、ちょっと家でもねちょっとずつ撮っていこうと思って今日も撮り出したの。なんかずっと気になってたんだけど、これなんだろうと思って、ハンドクリームだった。これ急にハンドクリームの紹介、ゲランのやつ、蜂蜜の成分が入ってるからね、すごいんだよこれ。もう手がカサカサでよ、やばいんですよ。もうね、見て、ボロボロなの。爪とかもやばい、逆向けもやばいし。で、爪もそうだ、爪もね、あのちょっと家にいる間暇だから、ジェルネイルのキット買って、ちょっと自分でやってみようと思ってさ、買ってみたの。それも撮ってみようかな。何でもネタにする。それも撮ってみる、ちょっと。なんかジェルネイルさ、いつも、あの親友の、リーちゃんとツーちゃん、ラピリードローのドローネイルの子たちにやってもらってたんだけど、なかなかやっぱ子供もいていけないっていうのもあるし、今コロナの時期で怖いっていうのもあるからね、全然ネイルももう2年ぐらい行ってないんじゃないかな。だからちょっと自分でネイルキット買ってみたの。それを、あ、前は何回か、ヘアメイクさんでサムにやってもらってたんだけど、何回もやってもらうの申し訳ないなと思って自分で買ってみた。今ジェルネイルもたくさんあるんだね、アマゾンで買ったんだけど、それも今度紹介しますね。あ、そうだ、新年の抱負だと一番大事なこと話してなかった。またね、緊急事態宣言問題っていうか、そういうコロナの問題とかもあるから、いつも通り普通の生活に戻るのはなかなか厳しいとは思うんですけど、やっぱりあの気持ち的に負けちゃダメかなっていうところはあるから、あとやっぱり皆さんに発信する立場っていうのもあるから、みんなに元気を与えられるような、なんかちょっとでもなんか YouTube だったり、私が出てる雑誌とか SNS とか他の Twitter とか Instagram とかでも見てくれてる方が、ちょっとでもなんかクスッと笑っちゃうようなというか、ちょっと幸せな気持ちになれるような発信をどんどんしていけたらなと思いますね。やっぱり同じ世代のね、ママさんとかパパさんとか、まあそういう方とかも多分ね、今すごいステイホーム期間で大変な時だと思うので、子供とずっと一緒にいて大変だなって思った時とかに、一人じゃないんだよとか、私だけじゃないんだ大変なのっていうのをちょっとでも感じてもらえて、なんか一緒に頑張ろう、みんなで頑張ろうと思えてもらえるような存在になりたいなっていうのはありますね。なかなかイベントとかで会えないからさ、励まし合ったりできないじゃん。だからさ、こういうなんか画面越しだけど、ちょっとでも元気を与えたらなと思います。それが今年の抱負かな。あとやっぱ健康第一で、あの家族仲良く、みんなで仲良く健康に過ごせたらいいかなと思いますね。うん、まだ初詣も行けてないの。なんかさ、やっぱりね、ちょっと控えてくださいみたいな感じだし、そりゃね、みんながガッて行っちゃったら大変なので、初詣もまだ行けてないので、あのちょっと落ち着いたら行きたいなとは思ってますね。そう、厄年だからね、今年リンリンですね、リンリンお願いしますって言わないといけないから。そうですね、そんな感じですかね、今年の抱負はそんな感じです。新年早々やかましい動画で申し訳ございませんが、皆さん今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もお願いします。いいねと思いましたらグッドボタンも押してください。高評価お願いします。それでは皆さん、2021年もいよいよ年になりますように心から祈っております。以上、近藤千尋でした。さようなら。